こんにちは。シネマプロムナードへようこそ。今を生きる。1959年、バーモント州の全寮制学校、ウェルトンアカデミーの新学期に、同校の OB である英語教師、ジョン・キーティングが赴任してきます。ノーラン校長の指導のもと、厳格な規則に縛られている学生たちに、キーティングは死の本当の意味、生きることの素晴らしさについて教えようとします。ある日の授業では、キーティングは突然机の上に立ち、常に物事は別の視点で見なければならないと話します。キーティングの風変わりな授業に最初は戸惑う生徒たちでしたが、次第に行動力を刺激され、新鮮な考えや規則や親の期待に縛られない自由な生き方に目覚めていくのでした。有名なラストのエピソードは今も定番として語り継がれる名シーンです。キーティングが教えた Seize the day、 今を生きろという言葉は、抑圧された日々を過ごさざるを得ない若者たちだけに向けたものではなく、明日をも知れない私たち全ての世代に向けたメッセージだと思います。それは同時により良き日々を過ごすための示唆であり、啓示でもあります。バラのつぼみは早く摘め、時は過ぎてゆく、今日咲き誇る花も明日には枯れる。ラテン語でカーペディエム、今を生きろ。我々は死ぬ運命なのだ。ここにいる全員、いつか息が止まる日が訪れて、冷たくなって死ぬ。みんなこっちへ来て過去の面影と対面しろ。君たちそっくりだ。同じ髪型、同じように盛んなホルモン分泌、無敵で怖いものなし。世界は自分の意のまま、君らのように大きな夢を抱き、瞳は希望に輝く。彼らはためらうことなく人生をつかみ取った。そして今、地中で花の糧となっている。耳を澄ませばささやく声が聞こえてくる。カーペディエム、今を生きろ。若者たちよ、素晴らしい人生をつかむのだ。自分の力で考えることを学ぶのだ。言葉や表現を味わうことを学べ。誰が何と言おうと、言葉や理念は世の中を変えられる。秘密を教えよう。我々はなぜ詩を読み書くのか。それは我々が人間であることの証なのだ。そして人間は情熱に満ち溢れている。医学、法律、経営、工学は生きるために必要な尊い仕事だ。だが詩や美、ロマンス、愛は我々の生きる糧だ。ロビン・ウィリアムズはアメリカ合衆国の俳優兼コメディアンです。即興の会話とモノマネ、さらに多彩な声の持ち主として知られ、歴代最高のコメディアンの一人とされています。役者としてのキャリアはスタンドアップコメディアンとしてのライブ出演で始まり、1978年から82年にかけて放送されたテレビシリーズモーク&ミンディで初めてその名を知られるようになりました。1980年にロバート・アルトマン監督のポパイで映画デビューし、その後はキャリアのほとんどをハリウッドの映画界で積み重ねていきます。1988年にはグッドモーニングベトナムで、1990年には本作今を生きるで、1992年にはフィッシャーキングで、計3回アカデミー主演男優賞にノミネートされます。その後も1992年声優としてディズニーのアニメーション映画アラジンで変幻自在な魔人ジーニー役、1993年ミセスダウトで女装する中年男性役を演じて評価を高め、ついに1998年にはグッドウィルハンティング旅立ちでアカデミー助演男優賞を受賞しました。 What a lovely Danish, Robbie. Try the Danish. So nice, the Danish is good for me. At that time, a long time ago, they all had day jobs. I guess things have changed. You'd go to a restaurant going, hi, table for two. Maybe later. But it's always nice to go there. They take pictures with, and I had the magazine upside down. I'm very sorry to the Chinese people. I'm very sorry. 栄光の絶頂にいたかのようなロビンでしたが、その後彼の身に思わぬ変化が訪れます。あれだけ大胆でハイテンションなマシンガントークが得意だった彼が、突然セリフが覚えられなくなるのです。周囲は最初は過度なアルコールによるものと考え、様々なサポートをして従来通りの出演オファーをしますが、度重なる NG の連発で徐々に彼は映画界から敬遠されていくようになります。
何とか克服しようと努力するも、いつしか持ち前の明るさは影を潜め、彼は暗い悩みの底に落ちていきます。そしてついに重度のうつ状態に陥り、2014年カリフォルニア州の自宅で縊死してしまいます。その後の病理報告で、彼はパーキンソン病並びにレビー小体型認知症であったことがわかります。ウィリアムズの訃報は当時の大統領バラク・オバマも哀悼の言葉を送ったほどの衝撃であり、多くのアメリカ国民がその死を悼みました。遺体は火葬され、サンフランシスコ湾に散骨されました。後年、死の数ヶ月前に彼が末期癌の患者にビデオメッセージを送っていたことが明らかになります。享年63歳。 Seize the day、 今を生きろ。その言葉通り人生を懸命に生き、最後まで人々を勇気づけることに一生を捧げた人生でした。最後に、この映画でのロビン・ウィリアムズの印象深い表情と、画面に時折挿入されるバーモント州の美しい光景で、この動画を終えたいと思います。今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。この動画をお気に召した方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回、別の作品でお会いしましょう。ごきげんよう。